こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは幸せを呼ぶ人の3つの原則ということでお送りしたいと思います。幸せに関するお話というのは、過去にも何度かしてます。で、幸せとは何だろうということも何度もお話ししてるんですけども、今回もね、また改めて別の角度というか、ちょっと視点を変えた角度からお話ししてみたいんですけども、まず幸せとは何ぞやという話ですけども、これは何度も言ってるんですけども、幸せというのは感覚的なものなんですね。感覚のことを幸せと言ってるのであって、物事ではないと、物とかことが幸せではないと。もちろん幸せを感じるきっかけとなるのは物だったりことだったりするわけですよね。いわゆる物事がトリガーとなって幸せを感じたり、そうじゃない感じを得たりするわけですから、物事と幸せは全く関係ないとは言いませんが、どちらが主体かというと、我々の感覚が主体なわけですね。でですね、これを踏まえた上で、幸せを呼ぶ人の3つの原則ということなんですけども、幸せを呼ぶ人と言いましたけども、幸せというのは呼び寄せるというよりはですね、さっきも言いましたけども、感じるものなんですね。でも、感じるのは要するに自分自身なわけなんで、自分自身がその幸せを感じれる人間になるってことが実は大事なわけですよね。これを幸福体質というふうに私は言葉を作りましたけども、幸福体質になろうということですよね。で、幸福体質になるためにはどうしたらいいの、何を鍛えたらいいの、何をこう気をつけてこう作り上げていったらいいのっていうことで、3つの原則について今日は話していきたいと思います。まず咀嚼の原則というのがあります。咀嚼とは何かというと、よく味わうということと、よく噛み砕くということですね。これどういうことかっていうと、我々生きている、今生きている人たちは同じような時代に同じような環境の中、生きているわけですといっても、もちろん人それぞれ家庭事情が違うとか細かいことはもちろん違うんですけども、流れている大きな流れっていうものは、時代の流れみたいなものは同じく共有しているわけですし、我々の人生の中で起こって来ることってそう大差はないはずなんですね。もちろん、私はそんなにお金がね、そんな稼いでませんとかね、金持ちいっぱいいるけど私は稼げてませんとか、あの人はすごい美人だけど私はそんなに美人じゃありませんのでモテませんとかね、そういろいろ思いはあるかもしれませんけど、そうは言ってもですね、やっぱり同じように日常ってのがあって、3食ね、3食かとかわかんないけど、食事したりとか、寝たり眠る時間があったり、仕事する時間があったりね、っていうことがあるわけですよね。基本のベースにね、そのいろんなやり方、あり方、行動、一つ一つ細かいところはみんなそれぞれ個性があって違いますけども、でもそのベースとなって与えられている物事ってそんなに違わない。人間として生まれてるんだから、同じようなことを受けたり同じような環境にさらされるわけですね。ところが、その中でも幸せを感じられる人と幸せを感じられない人が出るのはなぜかというと、結局のところ物事を深く咀嚼できるかどうかっていうことにかかってるんですね。で、日本の古典的な文学に枕草子という、中学校とか高校行くと古文とかでね、習うと思うんですけども、枕草子、清少納言という人が書いたとされる随筆集ですけども、あれを見ると面白いというかですね、どんなこと書かれてんのっていうと、そんなに、なんていうか、刺激的なことが書いてあるわけじゃない。例えば、雪が降ったら真っ白な、地面が真っ白になって、そこに人が歩いた足跡があった。糸おかしってよく出てきますよね。大層しみじみとして趣があるとか、そういう訳文を当てられてたような気がしますけど、要はですね、雪が降って、地面を覆い尽くしてて人が歩いた跡がある、誰かがきっとそこを行ったんだと、ね、
どこに行ったのだろうか、どんな思い、その人はこの雪景色を見てどんな思いを得たんだろうかみたいな、それをおもんばかりながら、おもんばかると趣があるなとかいうね、まあそこまで刺激的な話じゃない、もうありきたりの話ですよね、きっとね。我々だって雪ぐらいは見ますよね、銀世界を広がってるとこ見たりします。だけどもそれを見てどう感じるかっていうと、ああ雪かって思う人もいれば、寒いな、嫌だな、なんか雪降ってもう電車止まる、困るなとかっていう風にしか思わない人もいるかもしれないし、雪降ってるってことすらもあんまり気づかないで、もうとにかく忙しいから早く早く早く会社行かなきゃってね、いう人もいると。結局のところね、起こってる物事は一緒でも感じ取ってるものはみんな違う。だけどもその一つ一つの起こってることからどれだけしみじみとして趣がある、つまり糸おかしっていうぐらいにね、こう咀嚼する、その状況なんてことはない状況の中からもその素晴らしさとかね、愛おしさとか、そういうものを感じ取れるかっていうのは咀嚼力なんですよね。だから枕草子という方は、あ、ごめんなさい、枕草子の文学を書いた清少納言という方は、非常に少なくともものすごく感受性が豊かで、その一つ一つの、ね、日常の中のさまつなることの中からいろんなものを吸収し咀嚼し理解していく、文脈というものを理解できた、文脈というものを理解して、ああ、なんていう素晴らしい趣のある一コマなんだろうっていうふうに思えたから、そういう文学に表したりもできたわけだし、文学に表しつつ自分も楽しんでいただくし、他人を楽しめせることもできたと。これってとてもハッピーなことですよね。単純に雪が降った、寒いな、雪が降った、だから何っていう人は、同じく雪景色を見ててもなんか受け取れないわけです。つまり幸せ大切な人というのは咀嚼力っていうものがしっかりあるということですよね。だから物事をしっかりと味わうということをやっていく、そういうふうに咀嚼力を上げていくっていうことを心がけていかないと、幸せ感覚ってなかなかね、作り出せないんですよね。だからよく霊界転換の話するときも、幸せ感覚をまず上昇しましょうっていうんだけども、幸せ感覚になれませんっていう人もいるんですね。そういう方はですね、自分の咀嚼力っていうものをいろんな角度から文脈を理解するっていうことを鍛えていくと、まあその咀嚼力が出て幸せ感覚も作りやすくなるので、咀嚼の原則っていうのをまず踏まえておいた方がいいかなと思います。これが一つ目の原則ですね、幸せ体質になるための。で、二つ目の原則は選択の原則っていうのがあります。あのね、我々は選択の連続です、毎日と言われていますよね。まあお買い物をして何を買おうかとか、何でしょう、今日は何をしようかとか、そのね、どこに行こうかとか、どの仕事から手をつけようかとかね、まあいろんな、ね、選択はあるわけですけども、選択って実はね、誰でもできるわけじゃないんですよね。なぜかっていうと、選択するためには実は知識がいるっていうことが、まあ現在前提としてあるわけです。どういうことかっていうとですね、例えばですね、まあトマトがね、売ってるとしましょう。いっぱいトマトが売ってるわけです。だけどもトマトので何を、どのトマトを買おうか、一方は真っ赤なトマト、もう一方は赤くてちょっとだけ青みがかってるトマトがあって、どっちを買おうか、ね、選択の余地があるわけですけども、どっちを買おうかと思った時に、どっちを買ったらいいのかを選択するためには、どっちがいいトマトかっていうことを判断できなければいけないし、どっちがいいトマトなのかという知識がないと選べないわけですよね。ちなみにトマトというのはちょっと青みがかってた方が甘かったりしますね。一見すると真っ赤っかの方が甘そうじゃないですか、熟してて。だけども実際にはですね、真っ赤っかはちょっと酸っぱいんですね。もちろん酸っぱいトマトがいかんというわけではありませんけど、どちらが甘くてどちらが酸っぱいかということをある程度判断できれば、よし、今日はなんか甘いのが好みだから青っぽいの買おうとかね、できるし、酸っぱいトマトがね、今日はちょっとトマトピューレを作ってね、トマトソーススパゲティを作るから酸っぱめの方がいいやっつってね、真っ赤っかのを選ぶということもできるわけですよね。つまり知識がないと選択ができないわけですね。
こういうのっていろんなところで出てくるんですね。例えば、まあちょっと話題は古いですけども、以前 TPP の問題なんかありましてね、日本は TPP に参加すべきかすべきじゃないかみたいな議論ありましたけどもね、そもそも TPP とは何ぞやとかね、TPP に参加するとどういうメリットがあって、どういうデメリットがあって、参加しなかった場合はどういうディスアドバンテージがあって、どういうアドバンテージがあるかっていうことを知ってれば、私は反対だとか、私は賛成だっていうことは言えるわけですけども、全く知識ないと、はあ、よくわからんけど、好きにしたらみたいな感じになりますよね。つまり、何かに対して賛成反対ということを考える上でも、知識がないと選択できない。つまり、選択肢はたくさんあって、いろんなことを考えて選択できる方が、当然、選択肢が広がる分だけ、いろんな可能性が広がるわけなんで、幸せになれる可能性も広がっていくわけですよね。っていうことは、いろんな選択ができるための知識を得ましょうということが言います。つまり、いっぱいいろんな情報を得て、しっかりと自分の中で把握しておくということですね。つまり、ものを知らない状態だと、選択ができないがゆえに幸せになれないということなんですね。なので、実はいろいろと知っておく、学んでおくということが大事ですよと。だから、幸せになれないということは、もしかすると無知ゆえに幸せになれてない可能性があるわけですね。いろんなことを知ったら、あ、こんなところにこんなチャンスがあるとかね、こんな、あ、こういう場合はこう選択したらいいんじゃないかっていう、あの、問題解決の糸口が見つかったりするわけですから、これがないと、なんか、ただただ流れてくるものをただただひたすら受け止めるか受け流すかするしかなくなってしまうので、なかなか幸せを感じられませんよねということになりがちであると言えるかなと思います。これが二つ目の原則、選択の原則ですね。で、三つ目の原則は強度の原則ですね。強度とは強さの度合いです。これは何かというと、まあ人生というのはですね、必ず、心地よいものばかりがあるわけじゃありません。いろんなことが起こる中で、自分にとってあまり心地よくないことも起こってくると。これは仕方ないんですね。もう歩いていれば、道を歩いていれば、時々転んじゃうこともあるわけですね。転んで、こう、したたかに体を打ってしまって、痛っとなるかもしれない。あるいは何か損をするような出来事にぶつかって、ああ、失敗したと思うかもしれない。その時にですね、やっぱり苦痛は避けられないわけです。ね、苦痛は避けたいわけですけども、避けきれないこともある。そういう場合にどうしたらいいかっていうと、もう、どうしようもないことに対しては、なるべくこう、苦痛を受けても、耐えられた方がいいわけですね。逆に言えば強ければ苦痛をそんなに苦痛と感じなくなるわけですね。だから苦痛を感じないだけの強さというものがないと実は幸せになる。いちいちですね、嫌なことがあるたんびにへこんでですね、落ち込んでたらですね、もうせっかくハッピーな気分になってもちょっと嫌なことがあってしまう、ズドーンとこう気分が落ち込むと、こうなるとですね、なかなか幸せ感覚作り出せないと思うんですね。なので苦痛を感じないだけの強度を得ることが必要です。この強度を得るには、もう簡単に言えば経験値を積んでいくしかないんですね。慣れです。経験値を積むと慣れというものが起こります。良くも悪くもなんですけども、これは。慣れてくるとですね、平気になるんですね。最初はちょっと人から意地悪なことされたらものすごくへこんだけども、あ、はいはい、まあそういうわけのわからないことしてくる変な人、へんてこな人も世の中いるからっていう具合に慣れてくると思えるようになるわけですね。だから経験値が浅いうちは傷ついてしまったり辛く感じるんですけども、経験値を積んでいけばもう、あ、はいはいっていうぐらいに流せるようになるという具合で、流せるようになるといちいち人のね悪いところにいちいち反応したりすることもなくなる分、自分も幸せだし、幸せで余裕が出てくると他人にも寛容になり、寛容な人の周りには多くの人の人気が集まるという具合になるわけですよね。なので強さ、自分自身の体制の強さっていうものも必要です。これが3つ目の原則になりますね。ということで、まあ、3つの原則ということでね、幸せを呼ぶ人の3つの原則ということで、まあ、以前もちょっとね、話したかもしれませんけども、結構普遍的な内容なので、もう一回おさらいという意味で、ね、もしかしてしてたかもしれないの、いっぱい話してるからね、しててもまた同じような話しちゃう場合もありますけども、大事なことほど繰り返しますので、まあそこはね、ああまあこれ聞いたことあるよと思わずに、あ、復習だみたいな感じで、ね、受け止めていただけたらいいなと思うんですけども、まあ今回ね、3つの原則、
接触の原則、洗濯の原則、強度の原則ということで話してみました。ということで今回もシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。